違えたな。許さない。いざ勝負。いざ勝負。はあ、やっ、ふん、それ、ふん、ちゅ、せよ、さ、はあ、せい、いざ勝負。わめきなさい。はっ、はっ、やっ、はっ、砕け散れ。よっ、早く。はっと、あきらめて。ほっ、やっ、そこ、いざ勝負。剣に誓う。たっ、くっ、粉々よ。それ、ふっ、はっ、やっ、へい、結相せよ。許さない。ちょっとビリビリさせないとね。諦めて。いざ勝負。許さない。やるね。粉々よ。それ、
行くわよ。開けたわね。私に応えるのだ。震えなさい。早く投降しな。結霜せよ装甲の恩。それよ、目には目を。それはい、ちょっとビリビリさせ。いざ勝負。優しさに満ちた慈愛、守護の執念、歌いを掲げる旋風、何か心当たりはあるか。うわぁ、余計抽象的になったぞ。品性ってどこでどうやって見つけるんだよ。え、つまりモンドにある組織と関係してるってことか。言われてみればそうかもしれないけど、材料とか具体的な誰かじゃなくて漠然とした概念を指してるのか。そういえばちょうどどれも武流祭の主催側だな。いや、いくらなんでも偶然すぎないか。あの火曜、まさか金曜野郎がアドリブで作ったものじゃないよな。じゃあ最後の歌いを掲げる旋風は灰揚げの儀を暗示してるのかもな。だんだん見えてきたぞ。このまま幻遊野郎の作戦に乗ってやろうぜ。レザーと合流したらそれらの場所に行って知り合いに話を聞いてみよう。何か新しいヒントが得られるかもしれない。英雄騎士のお姉ちゃんにパイモンちゃん。ごめん遅くなった。気にすんな、オイラたちも話してたところだから。こいつの知恵のおかげで材料のことはもう見当がついたぜ。ああ、来る途中でクレイに会った。もうすぐ武流祭だからクレイお出かけの許可をもらえたんだ。アルベドお兄ちゃんは
ティマヨスお兄ちゃんの特製酔いざましポーションのレシピ調整を手伝ってるから、クレイと遊ぶ暇がなくって、だから一人で遊んでたな。街に出るとモンド城の大人たちはみんなお祭りを祝ってて賑やかで楽しそうだったよ。だからクレイもいろいろ準備したんだ。自分の得意な方法でお祝いのお手伝いをしようと思って。得意な方法ってやばいぞ、嫌な予感がする。そしたらね、レザーとあったな。いつもと違ってレザーが考え事してたから、何があったのって聞いてみたらね、そしたらレザーはママを探してるんだって。そうじゃない。大丈夫、ママは大切な人だもん。探すのはとっても大事なことだよ。クレイも手伝うから。ああ。レザー、レザー。はあ、やっと見つけた。ベネット。みんなもここにいたんだな。ほら、これやるよ。これってイグサだよな。ああ、その通り。今朝これに足を取られて転んじまってな。顔を地べたにぶつけて泥まで食べる羽目になったんだが、こいつは無傷で、きっとこれがお前の必要としてる醸造材料だと思ったんだ。ベネットお兄ちゃん、どうやったらイグサで転ぶの？そうだぞ、イグサって光ってるだろ。光るか光らないかじゃなくて、イグサは大きくて目立つから絶対に目に入ると思うんだけど。多分慌てて走ってたから俺の不注意のせいだな。その後同じように何度も転んだけど、話すのはやめてこ。俺レザーがどこに行ったのかあちこち聞いて回ってたんだ。今朝だけでもう何度すれ違ったことか。会えてよかったよ、ようやく一息つける。ああ、ありがとう。材料を探してることどうして知ってる？ああ、それなら図書館司書を名乗るお姉さんがサイリス会長のところに来て、冒険者協会の人もブリュー祭に参加してほしいって言ったんだ。ついでにお前のことを手伝ってほしいともな。リサさん、まさかちゃんと仕事してる？ああ、あの人がリサさんなのか。すごく頭のいい人だって聞いたけど、あまり外に出ないみたいだから今回初めて会ったよ。材料について俺もずっと考えてて、候補もいろいろあったんだ。本来はお前に直接相談しようと思ってたんだが、結局はイグサがベストだって気づいてな。だって光を放ち冒険者の道しるべになるなんて素晴らしいだろ。ごめん、迷惑かけた。はい、そんな堅苦しいこと言うなよ。お前の気持ちはわかるし、友達を助けるのは当たり前だろ。もし俺の家族親父たちが何か必要になった時、お前もきっと助けてくれるだろ。ああ、クレイにできることはない？クレイも混ぜて、一緒にやりたい。クレイは元気だな。一番お祭りの雰囲気の影響を受けてるんじゃないか。ベネット、お前家のこと話したの初めて。それは俺は小さい時から両親の顔を見たことないからな。教会の先輩冒険者たちに育てられてきた。普通の家庭とは違うんだ。俺の家のことが聞きたいのなら、そうだな、親父たちの物語で一番すごい伝説から話そうか。ベネットお兄ちゃん、クレイと一緒に
ママの子になろう。ママは優しいからきっと面倒を見てくれるよ。うえ。ああ。クレイちゃん、気持ちは嬉しいけど大丈夫だ。それにほら、俺には親父や仲間たちがいる。それから俺はベニー冒険団の団長だしな。心配するな。クレイ、わかった。じゃあこれあげる。それってボンボンだよな。うん、ずっとぐっすり寝てる爆発しない怠けボンボン。ベネットお兄ちゃんに友達になってほしいな。本当にもらっていいのか？うん、ボンボンも新しい友達ができて嬉しいと思う。俺も嬉しい。そうだな、もしかしたらクレイの影響を受けてベネットの運勢が変わるかもしれないぞ。冒険がうまいこと言って普段見つからないようなお宝を発見できるんじゃないか。もちろん運がいいのはクレイだけって可能性もあるけど、でもこうも考えられるよな。ベネットがついててやればクレイは無用なトラブルを起こさなくなる。そうすれば安心して楽しいブリュー祭を過ごせるぞ。おう、任せてくれ。俺たち二人で助け合ってみるぜ。ボーケン、お宝、ブリュー祭、やったー。早く出発しよう。あ、毛皮はなでなで、毛皮はなでなで。レイザーも元気出して。栄誉騎士のお姉ちゃん、パイマンちゃん、レザーのことお願い。ママ探し頑張ってね。あ、うん、うまくいくように。みんな、じゃあまたな。あいつら元気そうでよかったな。あ、本題を忘れるところだった。レザー、さっき旅人と考えたんだけど、多分金融野郎の言う醸造用の材料はどれも大切にすべき品性のことだと思うんだ。もしかしたらモンドの3つの組織それぞれが象徴する精神に紐づいてるのかもしれない。そこに知り合いがいれば必要なものが見つかるはずだ。そうか。どうしたんだよ、他に心配してることでもあるのか。オイラたちに話してみろよ。ああ、俺帰ってからずっと考えてた。俺賢くない、師匠や旅人みたいにできない。それでもやり遂げたい。みんなに助けてもらうだけじゃダメ、俺も何かすべき。人間の良心よくわからない、でも知っておかないと。別の人のパパとママ知る。それから俺のパパとママのことを考える。だから俺は聞く。おお、いいことだと思うぞ。レザーは答えを見つけるために頑張ってるんだな。ベネットが俺と同じだと思わなかった。でも親父たちの話になるとベネットの匂いが変わった。温かい太陽の光に当たった干し草みたいに。そうだな、オイラたちもそろそろマンダ城に戻ろう。セピロス教会の知り合いを探しに行こうぜ。レザーと仲がいいのは多分。すまない君たち、今モンドに戻ると言ったか。実は城内から果物を積んだ貨物車がなかなか来ないんだ。途中で何かあったんじゃないかと心配でね。
でもブリュー祭の仕事があるし、俺はここからどうしても離れられない。そこでお願いなんだが、モンドへ戻る途中で貨物車がどうなってるか確認してくれないか。まあちょうど通り道だし。ああ、俺も行く。みんな俺を助けてくれる。俺も返さないと。ありがとう、本当に助かるよ。
栄誉騎士とパイモン、いい知らせだ。僕たちに新たな助っ人が加わった。この二人の店主はチャリティーショップのことを聞いて仲間になりたいと思ったらしい。しかも収益も寄付するつもりだそうだ。え、寄付するって本当にいいのか？いいんだいいんだ。収入源が増えれば助かる人も増えるだろう。俺とポリーンさんも黙々と自分だけ稼ぐよりその方がいいと思ったんだ。今年のブリュー祭はお客さんが例年よりも多いので早めに売上目標を達成できました。だからもう十分満足ですよ。あなたたちがお年寄りと子供たちのために駆け回っているのを見て私たちも協力したいと思ったのです。あまり気にしないでください。なんだか心が温かくなってきたぜ。となると名前を変えないとな。よし、セピロスヒューヒューチャリティ連盟にしようぜ。力を合わせて今回のチャリティーイベントを成功させよう。よってらっしゃい、見てらっしゃい。セピロスヒューヒューチャリティー連盟の特製料理に日用雑貨、それからお花はどうだ。お、見ろよ、アルベドが来たぞ。やあ、元気かい？アルベドも何か買いに来たのか？必要なものは特にないけど、君たちが騎士団の店を管理していると聞いて来たんだ。ちょうどティマイオスとの研究に進展があってね。その完成品を少し持ってきた。チャリティーイベントに対するちょっとした支援だと思ってくれ。わざわざ支援しに来てくれたのか。おいら感激したぞ。どれどれ、ボトルに入ってるのは特製酔い覚ましポーションだよ。酔いを早く覚まし、頭痛を効果的に和らげることができる。これを必要としている人に試供品として配ってみてくれ。そうすればより多くのお客さんを引きつけられるはずだ。こんなにすごいもの、相当苦労して作ったんじゃないか。おや、長い間僕の実力を見せてこなかったからかな。昔の僕ならこのような研究にあまり興味なかったかもしれない。しかし錬金術の成果物で人々の生活を便利にするのは素晴らしいことだろ。そうだな。オイラ酔っ払ったことはないけど想像はできるぜ。お酒を楽しんだ後に足を滑らせて湖に落ちたり、石につまずいて転んだりしたら、せっかくのいい気分も台無しだもんな。そうだ、この店の料理を持って帰ってクレイと一緒に食べてくれよ。オイラたちのおごりだ。ああ、じゃあ遠慮なくもらっていくよ。まさかこれほど見事な詳細を持っていたなんてね。料理店の立地が絶妙だ。祭りの雰囲気に合っているだけでなく役割分担も合理的だよ。他の騎士団メンバーが担当していたらきっと普通の雑貨しか売っていなかっただろう。お、アルベドに褒められたぜ。オイラ酔い覚ましポーションを飲んだみたいに気分がいいぞ。でもアルベドって意外とチャリティーショップに詳しいんだな。ああ、以前騎士団がチャリティーイベントのために雑貨を集めた時、風景画を十数枚ほど提供したことがあってね。アルベドの絵ならきっと高く売れるだろうな。パイモンの考えは一般的な商人と似ているようだ。確かに僕の絵を独特だと思い、投資価値を見出して高額で購入してくれる人もいる。以前のオークションで僕のスケッチの売り上げが良かったから、アリスさんも何かを感じ取ったんだろう。
彼女は独自のルートで僕の作品にある認定を授けてくれた。確か特許という名前だったかな。その後多くの画家が僕の風景画を模倣してモンドによく飾られるようにもなった。アリスさんの特許のルールでは、画家はその類の風景画を売るたびに報酬の何割かを僕に支払わなければならないことになっている。だがお金の行き先に興味はない。その管理は騎士団に任せている。富は僕の目的じゃないからね。もし何に使えばいいかと聞かれたら、うん、アリスさんが壊したものの修繕費に充てればいいと答えるだろう。でも結局はチャリティー活動に使ったと聞いているよ。さすがはアルベドと言うべきか。結果は本意からそれたものだったけど、予想外の収穫を得られたし、僕も少しずつそれを受け入れたよ。もちろん喜んで僕の経験を共有するよ。でも、うん、やっぱりたくさん練習するのが一番だろう。じゃあそろそろ僕は工房に帰るよ。商売がうまくいくことを祈ってる。協力してくれてありがとな。アルベドも研究頑張れよ。時間があったらまた遊びに来いよ。 All right.We're gonna be hunting them boar. Oh yeah, the boar getting derped. ビリビリさせ、諦めて剣に誓う。
みつきにならないでね。いざ勝負。風の神よ、我らを導きたまえ。せいさあ、諦めた。そら、それわめきなさい。せよ、はあ、いや、ここ剣に近い。風の神よ、我らを導きたまえ。許さない。いざ勝負。眠るのよ風よ、私に答えるのだ。せよ、逃がさないわよ。何よ。いざ勝負。風の神よ、我らを導きたまえ。いざ勝負。パーディクト、わめきなさい。それ、はい。逃がさないわよ。せよ、風の神よ、我らを導きたまえ。諦めた。結成せよ剣票、恩は立つ。は砕け散れ。早く、やみつきになる。震えなさい。
剣に誓う。装甲の恩、粉々よ。やっ、やるね。眠るのよ。はっ、シュッ。風の神よ、我らも結相せよ。兵糧のようにうなれ。それはっ、ジャッジメント、やっ、はい、はっ、それ震えなさい。許さない。に誓う。しびれさせちゃう。はっ、はっ、粉々だよ。はい、はよっ。はっ、それ風の神よ、我らも許さない。眠るのよ。開けたわね。兵糧のようにうなれ。粉々よ。それ、ふっ、ジャッジメント、ふっ、ふっ、風よ、私に応えるのだ。いざ、早く投降しな。許さない。わめきなさいよっ。傘の下に入りなさい。君が病気になって体を壊したら復讐する相手がいなくなっちゃうじゃない。